わけないだろ、ふざけんなよ、うん、無職で通るわけないだろうがよ。限度額100万の合同カード通るか、通るわけないだろう。嘘つくなマジで、うん、無職で通るわけねえだろうがよ、うん、俺誰だと思ってんねマジで。無職無職って失礼やな。俺社長だぞマジで、ね、俺社長やぞ。無職じゃないか、俺社長だから申し訳ないけど。ゆうちょ限度額2600万で決着。何これ、現行1300万円のゆうちょ銀行の預け入れ限度額は2600万に倍増されることが14日固まった。え、ゆうちょって1300万までしか逆に入金できなかったの？通常貯金と定期貯金を、分裂し、それぞれに1300万ずつ預けられる。じゃあ2つ合わせてって感じだろうけど、逆に1300万までしか預けられなかったんだ。でもゆうちょ金、でもどっちにしろさ、別に大した改良じゃないよねこれ、うん、ペイオフ制度とか俺気にするから1000万までしか預けたくないし、どんな銀行でも。だから別にペイオフが適用されない分上がってもって感じ。でも確かゆうちょの場合あれだよね、なんかあの利子がつかない利子がつかない預金のやり方があって、確かそのやり方だとペイオフ制度とか関係なしに、仮に破綻しても銀行が全額確か返ってくるっていう、なんかそういうなんか預金システムが確かあったよね。その代わしあの金利とかつかないんだけど、確かあったよな、うん、今ヤフートップ見たら書いてあった、ゆうちょ、へえ。法人なら1000万くらいないと。何が限度額、いやそんなの、あのさ、お前ら世の中知らないな、あ、風船アザス、お前ら世の中知らないな、お前らガタガタさ、あれガタガタインターネットで言ってるだけで、お前世の中何も知らねえ、世の中のあれじゃねえか、吐きだめ者じゃねえか、何も知らねえじゃねえか。法人って言ったってピンからキリまであんだよ。ああ、だっす、アイテム。法人つったってピンからキリまであんだよ。社長つってもピンからキリまであんだよ。孫正義と俺が一緒だと思うか、同じ社長でも。ちげえだろ。ピンからキリまであんだよ、社長つってもよ。俺が孫正義と同格に見えますか？ねえ。おめえらほんと何も知らねえんだな、世の中のことな。うん。孫正義と、ね、同じ社長っていうものが同格だったら、孫正義と俺が同格ってことになる。ありえないじゃん。どう考えても孫正義、俺の方が劣ってるだろうが。うん。どう考えても孫正義以下だろう、俺。うん。バカじゃないの、マジ。さすがにないわそれ、さすがにそれはないわ、うん、あ、オーナメントは出すっていうかさ、このランキング全然ダメだね。このランキング全然ダメじゃん。俺25位なんだけど、しかも
ポイント差がえげつないんだけど、4万6000ポイントだよ。うん、ダメじゃないこれ。あ、てかカード入れとこ。ちょっと待って、カード、カードを財布の中に入れとこう。一応このカードのやつはこれ入れとくか。このなんか用、この用紙というか D カード、在中、まあ後で説明とか見るか。この用紙とか入れとかないとね。なんか利用規約みたいな。財布入れとっか。うわっ、うわっ、見てこれ、うわっ、財布にゴールドカードきた。うわっ、財布に限度額100万のゴールドカードきた。これねえ見て、財布に限度額100万のゴールドカード来たぞお前ら、おい、うわかっこいいかっこいい、どうしようどうしよう。これ見た瞬間に、あ、この人無職じゃないって思うよみんなまあそもそも初めて人を見た時に無職だって思う人少ないと思うけど、これキャバクラとか行ってみね、キャバクラとか行ってみよう。これで支払いはこれでっつって、キャー、あの人ゴールドカードよって、モテモテじゃん。うん、ちょっとまあでもキャバクラはだいたいぼったくりのね、あの 10% とか取るから、あれ本当はダメなんだけどさ、うん、カードで払うやつバカだけどね、 10% ぐらいかさ増しされるじゃん。まあ、あれでもああいうのはダメなんで、消費者にカードの手数料分払わせるっていうのはあれ規約違反だから本当はダメなんだけどねビザだったらビザとかに通報すればね、多分剥奪されますよ、あのその店のカード利用が。騙されてないか限度額使えるか試してみようって、いやドコモが騙すわけないだろう。ドコモが100万円限度額使えますよっつってビザも、あとビザね、うん、使えないなんてことあるわけないでしょ。試しに使ってみる、ちょっとだけなんかコンビニかなんか行ってなんか買い物してくる。まあでも使えるけど、絶対使えるよ。使えるは使えないわけないだろう、うん、いや試しになんか買ってくるか、なんでもいいから。うん、ドコモのゴールドカードはドコモ使ってればブラックじゃない限り誰でも通る。審査通るわけないだろうねえ。誰でも限度額100万円のが通るか、通るわけないでしょねえ。通るわけないやろが。じゃあ無職が通んのかよ。通んないだろ。無職が通るわけないだろ。誰でもってことは無職もってことだからね、それ。トイレ行ってこよう。ああ、トイレ行ってきます。